プロダクトポートフォリオマネジメントとは、経営資源を最適に配分することを目的として、ボストンコンサルティンググループが1970年代に提唱したマネジメント手法。製品ライフサイクルと製品製造現場における経験曲線効果の概念をもとにした経営理論。GE 社のマネジメントスクリーンはこれを応用して開発されたもの。 一般的な方法としては図表の縦軸に市場成長率を横軸に相対的市場占有率を置いて現在の自社の事業や商品、サービスが図のどこに位置するかを分析してその結果をもとに事業特性を明確にするとともに事業構成の分析を行う。ここで用いられる相対的市場占有率とは通常の市場占有率ではなく ある企業の市場占有率が、その同一市場のトップ企業の市場占有率に、対して示す値を言う。例えばあるマーケットにおいて、A 社が一番の市場占有率を持っているなら A 社の相対的市場占有率は100%、B 社がトップ企業である A 社の半分の市場占有率しかなければ、B 社の相対的市場占有率は50%となる。 通常の市場占有率が市場全体における企業の位置を示すのに対し相対的市場占有率は企業の競合他社との関係を示す数値である。PPM の例市場成長率と相対的市場占有率それぞれの工程により4つの証言に分類され、それぞれに名称がある。事業分野を成長率と占有率の二軸で4つのいずれかに 分類するのは分かりやすい反面、事業戦略としては単純化しすぎているとして、課題も指摘されている。ヘンダーソン、ブルース・ D ・ザ・プロダクト・ポートフォリオ。2013年5月16日閲覧。AB ・ヒジカタ・チヨコ、C のユミコ。経営学の基本がすべて分かる本集はシステム。2009年、88ページ。AB ・ヒジカタ・チヨコ、C のユミコ。 経営学の基本がすべてわかる本集はシステム2009年89ページ ABCD 肘方千代子 C の由美子経営学の基本がすべてわかる本集はシステム2009年90ページ AB 肘方千代子 C の由美子経営学の基本がすべてわかる本集はシステム2009年91ページ肘方千代子 C の由美子 経営学の基本がすべてわかる本集はシステム2009年92ページ。ありがとうございます。